こんにちは。今回は、長編みの玉編みで作る、かわいいコースターを紹介します。編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目に、1段目は細編みを12目編みます。そして2段目で、長編み2目の玉編みを間に鎖編み1目を入れながら、1段目の細編みの頭に編んで2段目を作ります。そして3段目は2段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを間に鎖編み3目を入れて作るコースターです。最初は鎖編み5目の輪の作り目から細編みを12目編みます。細編みを編みます。鎖編みをここから5目編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。この輪の中に細編みを12目編み入れます。細編みの立ち上がりの鎖編み1目を編んで、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。糸端は一緒に編み込みながら細編みを輪の中に編みます。これで3目の細編みです。次が4目。12目の細編みを1段目は編みます。12目の細編みが編めました。最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。ここに引き抜いて、次は2段目です。2段目は細編みの頭に長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを2目編んで玉編みを作ります。最初は鎖編み2目で立ち上がり、この鎖編み2目が長編みの未完成な形とします。次は長編みを編みます。未完成な長編みを同じところに編みます。針に糸をかけて、鎖編みを編んだ同じところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜いて、これが長編みの未完成な形です。この2本を一度に引き抜いて、長編み2目の玉編みとします。次は鎖編み1目を編んでから、隣の細編みの頭に未完成な長編みを2回編みます。未完成な長編みが2目できました。これを一度に引き抜いて長編み2目の玉編みとします。鎖編み1目を入れて、次も隣の細編みに未完成な長編みを2目編んで、これを一度に引き抜いて玉編みにします。間に鎖編み1目を入れて、同じように細編みの頭に玉編みを編みます。長編み2目の玉編みを細編みの頭に編んでいきます。長編み2目の玉編みを間に鎖編み1目を入れて12個編みました。次は最初の玉編みに引き抜き編みをします。鎖編み1目を編んでから最初の玉編みの頭です。最初の玉編みの頭はここです。ここに引き抜き編みをして2段目を終わります。次は3段目です。3段目は長編み3目の玉編みを編みます。ここから次の鎖編み1目のところに
移動するためにもう一回引き抜き編みをして、この位置から玉編みを編みます。今度は長編み3目の玉編みですから、最初は鎖編み2目を編んで、同じところに未完成な長編みを2回編みます。これで未完成な長編みが3目できたことになります。これを一度に引き抜いて長編み3目の玉編みにしました。次は鎖編みを3目編んで、隣の2段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。これで長編み3目の玉編みができました。次は鎖編み3目を編んで、隣の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。この編み方を繰り返します。間に鎖編み3目を入れて、長編み3目の玉編みを2段目の鎖編み1目のところに編みます。長編み3目の玉編みを12個作りました。1段目、2段目の鎖編み1目のところに長編み3目を作ってきました。最後は鎖編み3目を編んで、最初の玉編みの頭です。最初の玉編みの頭はここです。ここに引き抜き編みをして3段目が終わります。糸はここで引いて、あとはとじ針で後ろに通して、目立たないところを通してとじ針で糸始末をしてください。3段目まででできる玉編みのコースターを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。